とりあえず、飯を食べて、そして今日は、今、富士通スタジアムに向かってます。福岡サンズと、今日は、富士通の試合の応援です。俺がいつも言ってるのはここ。めちゃめちゃうまいからここ。福岡サンズに合わせてちゃんと赤できてますか。でちょっと自己主張するためにアイコンみたいなね、アイコン。今これが富士通スタジアム川崎、2回目かな。前回も来たから今日で2回目。今日は台風だから、今んとこなんか曇り、ずっと撮ってるとか。もう適当にもう任せますよ、はい、そういうアングルは OK です。そっち逆ですね。あ、おはようございます。こんにちは。あ、そうです。インターセプト。本日は熱い応援ありがとうございます。お疲れ様です。台風が、来るという中ですね、こうやって会場に駆けつけていただいて本当に嬉しく思ってます。改めて本当にありがとうございます。皆さんの応援のパワーとサンズの晴れを持ってくるパワーで、今日は雨一滴降らず最高の試合ができました。結果としては完全に力負け、3点を取られましたが、チームとしては大きく成長した試合になったと思います。ここから先
続き、あと3試合リーグ戦続きます。あと3つ、勝たないと次の選手が来ません。板田さんかっこいいっすね、最後の言葉が。声がね、いいね。